消えた。ああ、来た来た。ナナコちゃんが息を吹き返したんです。なんで。もてあそぶね俺を。マジなのか。心肺停止からの生還はごく稀ですが、ありえないことではありません。ただ原因不明の症例ですから、今後どこまで回復するかは何とも言えませんが、でもナナコちゃんは必死に生きようとしています。どういうことなんだよ。嘘じゃないんだよな。信じていいんだよな。よかった、本当よかった。すげえぜ。涼太郎は涼太郎。こんなことあるんですね。よかった、本当に。もう私どうしようって。今日のところはもう帰りなさい。帰れるかこんなもん。堂島さんとは明日ナナコちゃんの処置を相談しておくから。また急にポックリ言ったらどうすんだよ。見とくよ横で。外は冷え込んでる。雪でも降るかもしれない。風邪をひかないようにね。そんな大丈夫なのか。もうそんなに大丈夫なのか。あれ、そういや熊吉はどうした。あいつの部屋行った時からついてきてなかったよな。ここにいたはずなんだけどな。どうしたんだろう。ナナコちゃんのそばにいるんだって思ってたけど。クマさんどこに行っちゃったの。あ、ちょっとやばい、録画容量が足りねえ。これはどう見ても。そうだ、あいつ今携帯持ってんだった。って病院の中じゃダメだよな。外出て携帯にかけてみよう。お、今すぐかけよう。そろそろセーブして。あ、涼太郎。あ、違う、生ためか。救えなかった。おい、警備のやつ寝てるぞ。どうして。真由美も、それにあの子も。そうだな、真由美、山の穴と七子は死んじゃった。あ、でも小西先輩も死んでるな、そういえば。救えなかった。なんだ今頃反省の弁か。お前真面目に仕事せよ。寝るな。クマのやつ呼び出せないってことは充電切れてんのか。どっか行っちゃってたもんな。病院の中もざっと見たけどいなかったよね。どこ行っちゃったんだろう。テレビの中っぽかったけどね。お、雪だ。あ、雪？と一旦切るか。よし、行けるか。あ、本当だ。生で雪見るなんて結構久々かも。こっちの方降らないのか。でもこの霧だと雪も綺麗に見えないな。確かに黄ばんでるわ。降ってきちゃったね、今年も。寒。とりあえず今日は帰ろう。うん。花村、クマくん見つかったら連絡してよ。探しに行かないのか。まあ、疲れてるだろうな。待ってるよ。明日また特捜本部でな。いや、クマのやつ先に帰ってりゃいいんだけどな。心配ないとは思うけど、とりあえず急いで帰るわ。でもあいつだけ奈良子死んだって思ってるからな。クマ思い詰めて死んでなきゃいいけどな。クマの方も。じゃあまた明日な。
あの時みんなを引き止めたことは本当に正しいことだったのだろうか。生ためね。今はわからない。まあやろうと思えばいつでもやれるだろう。そういえば病院で携帯を切ったままだった。おいおい、何か入ってるかもしれんぞ。連絡入ってや。一条です。妹さんのこと聞いてさ、俺にできることってある？あるなら何でも言える。いや、なんか、生き返ったって言いづらい。迷惑かもとか思うなよ。お前と俺の仲じゃんな。連絡が早いな。永瀬だけど、さっき聞いた奈々子ちゃんの具合はどうだ？俺に何かできることがあったらいつでも言ってくれ。まだ死んだとは言ってないか、さすがに。とにかく元気出せ。ガッツ出せ。直樹、心配でメールしました。俺はお前が心配だよ。どこ行っちまったんだよ。最近見ねえぞ。いろいろと大変らしいですけど大丈夫ですか？お前はちゃんと学校来てんのか、直樹。あんまり無理しないで、自分も相談くらい乗れますから。頼れないかもしれないですけど。ではまた。直樹。ゆみちゃんの私服！かわいい。小沢です。今どこにいるの？ゆみちゃんの私服があるとはな。妹さんのこと話せるようなら話してください。ゆみちゃんには相談したいな。着信をすべて確認した。町の友達からだ。意外に少ねえな、町の友達。直樹とゆみちゃんはちょっと嬉しかったけどな。事件はまだ見通しのきかない霧の中だが、今は真実を目指して進むしかない。風邪をひかないうちに帰ろう。いやー、ちょっとしんどいイベントだったな。死ぬかね、そして生き返るかね。すぐにセーブだ。ん？こたつやん。いつの間に出したんだお前。いつの間にこたつ出した。いやー、疲れたね。七子は大丈夫だろうか。そして生ための病室でのこと。降り出した雪と消えない街の霧。この先何が待ち受けているんだろうか。まとめに入ったね。体がとても疲れている。今日は疲れたろうな。今日は早く休もう。え、なんかあんのか。まだ休む。なんかあんのか。なんもないよな。急にここの襖が開くみたいな、ガラみたいな、奈々子がただいまみたいな、ないよな。念を押されると怖いんだが。休みか。なんかイベント起きるってことよね、多分ね。連続して、ベルベットラチアン。また強制ベルベットイン。ここはようこそ。久しぶりに声聞いたわ、お前の。ずいぶんと久しいですな。うん、最近入ってないからな、確かに。ベルベットルーム、ベルベットルームへ招かれたようだ。拉致だろ、拉致。ご心配めさるな。現実のあなたは眠りについていらっしゃる。精神だけ拉致るな。私が夢の中にてお呼び立てしたのでございます。さて、あなたの旅路も随分と長くなってまいりました。まあ長いね。135時間ぐらいだな、今。謎は無事解けそうでございますかね。何を知ってんのか、教えろ。解けそう、わからない。ぶっちゃけわからん。今はあなたの試練の時なれば、なかなか一足飛びにとはまいりませんが。この車の行く道も幾分見えづらくなってきたようですが。もともと見えづらいわ。窓の外何もわかんないし。ちょっと電話かかってきたんでね、切れましたけど。このまま闇雲にドライブを続けては、至るべき謎から逆にあなたを遠ざけるやもしれない。まあお前にこうして拉致されてるわけだしな、遠ざかってるかもしれん。いかがでございましょう。一つこの辺りで旅路を振り返ってご覧になるというのは。ほう、総集編ですか。今宵あなたをここにお招きしたのはそのためなのでございます。なんか特別ムービーとかあんのかな。マーガレット、あ、横向いた。めっちゃ鼻長えじゃんお前。気づかなかったわ。脳裏に聞き覚えのある声が響く。もう見ないふりはやめた。そういう感じ。そういう感じで回想シーン入るのか。ずっと考えないようにしてたけど、やっと向き合える気がします。これランク10になったやつばっか出てくるってこと。やべ、まだリセチート感じ10になってないぞ。
くれたんだよね。かわいいな、ゆみちゃんは。ここに届けられたのは旅路の中であなたの記憶に刻まれてきた言葉ですな。うん、いいぜ、ならとことんまで考えようじゃねえか。わかんねえこと残したままじゃ、てめえでてめえを騙したことになるか。よかった、漢字が出てきて安心したわ。私も一生懸命考えるからさ。よかった、伊勢地ランク10じゃないのに出てきてくれてよかった。今までだってずっとみんなで乗り切ってきたじゃんよ。うん、みんなでね。振り返るとその感じか。この見通しの効かない霧の中で同じ方角に向かおうとするお仲間もお持ちのようだ。いや、ここでサヨコとか出てきたらちょっと笑っちまうな。なんか違う感あるな。お、止まった。止まれるんだこの車。進行方向を確認しています。しばらく停車いたします。本当にどっか目的地あったんだな。どこ移動してんだこれ。前から申し上げている通り、今年はあなたにとって節目の年。節目すぎるわ。ここで人生終わるかもしれんぐらいの節目だな。残された時は多くはございませんが、こうした糸間には価値がありましょう。うん、人は皆流れる川の水のように、一筋の道にあっても絶えず変化しながら進むもの。流れに逆らう石、止まってしまう石、数々の出会いを眺めながら時間に乗り流れている。さよう、うん、この部屋のありようはあなたご自身の心が作り出した景色でもある。もうちょっと広い部屋にしといたらよかったね。これはやはり一度立ち止まった方が良いということなのやもしれません。何なんだよ、立ち止まってるよずっと。じゃあピンコン、ああ普通にあっちか。この車にピンポンがついてるのかと思った。リアルの方ね、リアルのお家のピンポン鳴らされたってことね。誰だ、生ためか、呼び鈴が聞こえる。めっちゃ鳴らしてくるやん。陽介かな。ああ陽介。クマがいないんだ。知ってる知ってる。近所中探したんだけどどこにも。あ、マジでいないのか。そのうち戻ってくると言いたいところだが、まあ心配ではあるな。そうなんだよ、あいつずっと変だったし。確かお見舞いの時ずっと思い詰めてたもんな、クマな。あっちに帰っちまったんじゃないかってリセたちがテレビの中見に行ってる。大丈夫か、危なくないのかテレビの中。みんなも集まってんだ。なあ頼む、お前も来てくれ。行くだろう。クマはどこに行ったのだろうか。とりあえず探しに行くことにした。ここはそんなに黄ばんでないな、霧が。ジュネスの屋上。ダメだ、クマのやつどこにも嫌がらねえ。探してもいないだろう。テレビの中にもいないってことか。なるほどな。向こうも今のところ気配なし。でも見つけられてないだけかも。霧がすごくてごめん、力になれなくて。いや無理もないだろう。クマ吉のやつ、まさか今度こそ本当に帰っちまったんじゃねえだろうな。ついに消えたか、クマ。いていいってあれだけ言ったのに。昨夜の不思議な夢を思い出した。自ら立ち止まってみることも必要。イゴールはそう言っていたが、クマは必ず戻ってくる。焦っても仕方ない。状況を整理してみよう。まあ、立ち止まってってことはまあ思い返せってことだよな。整理してみよう。今はそれしかないかもな。ナオトはなんかいいやんないのか。あいつとぼけたやつだけど義理がたいしな、黙って消えたりはしないよな。うん、確かにクマくんのことは気になりますが、今は信じて事件のことを考え直してみましょう。生タメは搬送が間近なようです。おお、生タメ結局どうなるんだろうね。話を聞くにしろ、急がないと今度こそ手出しできなくなってしまいます。話聞けんのかな、まあ、亮太郎が聞いてくれるか。あれから考えてんだけどさ、やっぱすっきりしねえよ。生ためを突き落とさなかったことかか。少し振り返ってみましょう。
そうそう、そういうことだよ。被害者のうち殺されたのは2人、山野アナと小西さんです。うん、車から出てきた記録で生ためは双方と関係があったことが分かっています。なんか言い寄ってたみたいに言ってたもんな、小西先輩に。その後僕たちを含めたいわば殺人未遂が連続。これ小西先輩は山野アナの殺人現場を目撃してるから、その山野アナを殺した犯人を聞きたくて生ためは小西先輩に近づいてたみたいな。最後の奈々子ちゃんに対する犯行でついに現場を押さえ手口が明らかになりました。うん、聞く限りじゃもうどう転んでも決まりだけどな。まあ、生ためが逮捕されたことで警察も久保光雄を模倣犯と認めましたしね。ちゃんと翻したか。昨日の話の続きだけど、生ためには山野アナを殺す動機がないって話あったろ。そこよ陽介。確かに気になってんだ。頭がいっちゃってたのか、それとも私たちが何か誤解してるのか。まあ頭がいっちゃってた最後の手段だな。よくわかんねえんすけど。つまりもしあの人が正常ならまだ私たちの知らない事実があるかもってこと。そうそう、言っちゃってるで片付けたらもうおしまいだからな。正常か異常か、なんかそんなミュージカル見たな前。何のミュージカルだろう。実際あいつの言ってる救済ってどういう意味なんだ。本当に救おうとしてるのかもしれないからな。行動の内容は人をさらって向こうに放り込むってことで間違いねえみたいだけどさ。死による救済なんでしょうか。殺すつもりはないわけだよな多分。生ためは自分を救世主だと言ってました。向こう側を素晴らしい世界と。うん、よく覚えてるな。死んだ方が救われるってか、ふざけやがって。ならてめえから死ねってんだ。先輩はどういう考えですか。いやもうここでやはり全てが生ためがにしてしまうと俺の立つ瀬がなくなる。前回の誤解してる方に何とか持っていきたい。普通に考えりゃ生ためだけど、まああっち側に普通もへったくれもねえか。うん、少し気になってたことがあるの。お、なんだユッキー。あの人が初めて私たちと会った時言った言葉。こいつら記憶力抜群かよ。僕が救った奴らだ、この子も救ってあげる言ってた言ってた。俺らのことは覚えてたな、そういえばな。だからもしあの人の救済が殺すことなら私たちって救われたの。そう、自我に目覚めることができたから救済がなったと。だ、殺すことだったら失敗だから救われてないってことだから、殺すことが目的じゃないってことだな、ユッキー。救えてないんじゃない。うん、小西先輩は救えなかったってこと。確かに死を救済だと思っているならそのセリフはおかしい。ユッキーいいね記憶力。それにそう、確か真夜中テレビに映った生ためも奈々子ちゃんの死を失敗と。ああ記憶力いいね直人。なら本当に救おうとしてテレビに入れてたとか。そういうことよ、それが言いたかったんだ俺は。ちえちゃん、ちょっと黙んないでよ。私のは基本思いつきだからさ。結局最後ちえちゃんがなんかまとめるな。ズバッと一言言ってな。本当に救おうとしていた可能性か。あるだろそれは。だとしても小西先輩と山の穴を入れたのはあいつだろう。うん、動機が何だろうとあいつが殺したのには変わりないんだ。小西先輩と山の穴を入れたのがあいつかって分かってんだっけ。混乱してきた。それとも何か、あいつ以外に誰かいるってのかよ。いるだろう、生ため以外の犯人の可能性。その可能性を証明できるものは何かあるだろうか。あ、日記、模倣犯の手口。これは違うな。脅迫状の内容、脅迫状の内容、脅迫状覚えてねえな。柊美鈴のアリバイ、これ柊美鈴が犯人だとしてってことだよな。柊美鈴は多分犯人じゃないだろう。なんかあれ、なんか仲良くなってた、仲良くやってたみたいな言ってたもんね、山野アナと柊美鈴も。日記、
日記はでももう見てるもんね。脅迫状の内容がなんかもう覚えてないわ。でもこれ以上関わるなみたいな言ってただけだもんな。日記か、日記や、それっぽいのは。だからそれこそが生ためが犯人だって証拠だろう。もう一度チャンスをくれ俺に。生ため以外の犯人の可能性、その可能性を証明できるものは何かあるだろうか。逆転裁判みたいになってきたな。証明できるものでしょ。模倣犯はまず違うよね。手口は完全に屋上に追い詰めて殺しただけだし、脅迫状ももう関係ないだろう。じゃあ柊美鈴のアリバイか、どうだ。それは初めからがっちりだって話だったろ。ああ、分かったよ。いないのにどうやってこの町で人さらってテレビに入れんだよ。復讐だよ。今のはちゃんと柊美鈴がどこにいたのかなって復讐したかっただけだろう。脅迫状の内容かな。脅迫状、そういえばあれってどうなったんだ。そうだ、どうなったんだ。生ためが犯人なら脅迫状も生ためが書いたはずだよね。うん、ん、そうか、生ため、ん、でも生ためがいないタイミングで脅迫状届いたことあるっけ。確か1通目は脅迫状の内容は確か1通目がこれ以上助けるな。お前も記憶力抜群かよ。2通目は今度こそやめないと大事な人が入れられて殺されるよだったはずだ。あ、入れられて殺されるって言ってる時点でもう生ためじゃねえじゃん。これ生ためは救うために入れてるわけだから。間違いありません。お、これが証拠だ。じゃあそれなんか変じゃない。何せち、俺もそう思ってたよ。死が救済なんて人が助けるなとか殺されるよなんて書く。うん、入れられて殺されるってのも考えてみりゃ妙だよな。確かになんかその文のエロさにしか俺は気づいていなかった。入れられて殺されるのなんかエロチシズムしか考えなかったけど、てめえで出してんなら入れて殺すだ。あ、本当だ。漢字お前日本語能力高えな。これどういうこと。だつまり入れてないやつが書いてる文章ってことだな。日本語的には入れられてって他のやつが入れるってことだもんな。生ための書き間違い、こういった瞬間終わるな。配達先の間違い、そんなわけないだろ。生ためは書いていない。うん、そうか、なかなか気づかなかったな脅迫状なんて。この文面まるで別の人が書いたみたい。まあ無理もないか、数ヶ月前の話だからな俺にとってはな。でもこの内容でしかも堂島さん家に送るなんてやっぱり犯人以外ないよね。おお、いいじゃないいいじゃん。なのに書いたの別人ってそれ、うん、なんてことだ。直人気づかんかったか。これだけ特殊な犯罪、模倣犯以外は同一犯とすっかり思い込んでいました、うん、じゃあ生ためのやつ本当の意味で救済する気だったの、うん、まあ、その前提で動いた方がいいってことだよリセチ。全部が裏返しだとすると生ためにとっての失敗は被害者が死んだ最初の2件ということになる、うん、2度も失敗して人が死んだのにそのまま同じことを続けるわけがありません。その2件は別のやつだったということか。やはり全てを見渡した上でこの脅迫状を書いた別の誰か。別のってそれじゃあ小西先輩と山野アナは生ためが殺したんじゃないってことか。そういうことだな。それはまだ分かりません。それはまだ分からないな。やはりもう一度生ためと会って話を聞く必要がありますね。やっぱ山野アナ誰かに殺されたせいで生ためはこうなっちゃったんじゃないの。やっぱりみんなの力を合わせ真実にまた一歩近づいた。あ、そういえば審判が芽生えたんだった、忘れてた。真実を追う仲間たち。けどどうやって会う。昨日のことで警護も強化するっつってたろ。うん、僕に考えがあります。時間が惜しい、病院へ急ぎましょう。お、いきなり行っちゃうか。ああ、こらこら、立ち入り禁止だよ。ちょっと一回切るか。
偵察の協力員です。お、ナオトはこういう時頼りになるな、確かに。生ためさんに聞きたいことがあるので、通していただきたいのですが。こちら、院内252、確認求めます。もう張り倒そうぜ。氏名、白金。え？え？はい。確かに登録されてるね。おお、なんと行けるんだ、そういうので。数分なら構わないけど、その間の記録を取らせてもらうよ。なんか関わり合いになっちゃダメそうな気がするけど、なんか良太郎も関わり合いになれないんじゃないこれ。けどどうせまともな話はできないよ。わけのわからんごたくを言われるだけだ。一応話はしてるんだな。まあそれはそうか。彼も同伴でお願いします。いいのかな。被害者の家族って多分緊急なので身分証がありませんが、堂島刑事の代理です。多分良太郎も外されるよね、こういう事件だったらね。自分の娘が被害者だったらね。まあいっか。え、堂島刑事の使いってこと？そんなの聞いてないけど。もういいじゃん、直人の助手で。身元は僕が保証します。何でもありだな。まあの人に押しかけられるよりいいか。良太郎はまだ暴れてんのか。やっぱりこっちは搬送の手続きで忙しいから、堂島刑事に暴れられると正直迷惑なんだよね。まあ一応生き返ったとはいえな、殺されてるからね。一回ですよな。今足立刑事もどっかに取られて。足立もいねえのか。こちら院内25に。え、おう。毎回はーって言うな。どうしました。なんかロビーに不審物が置いてあるとか。お、行ってこい行ってこい。それならちょうどいいですね。ちょうどいい。生ためは僕が見張っておきますから、どうぞ応援に行ってきてください。ちょうどいいね。誰だ不審物で。お気に入った。まさかロビーの騒ぎを無視するわけにもいかないですよね。いや、普通だったらこの場にとどまるのが正しいだろうけどな。何かあったらすぐナースコールで知らせて。じゃあ、あと頼むよ。いいのかそれで。わかりました。お気をつけて。ああ、あいつ言及だよ、後で。人手が足りないとは聞いてましたけど、まさかこんなに簡単に行くとは。人手足りなすぎるのはさすが田舎だな。わお、不審物置いてきたのかお前ら。ですが不審物の中身は大したものじゃありません、うん、すぐ戻ってくるでしょう。よし、今のうちに話聞こう。もうちょっと時間稼ぎのためにガチの不審物置けばよかったのに。結構いろいろ持ってるよな俺ら不審物。全員で入っていくと迫力あるな。生為さん、あなたに聞きたいことがあります。病んでるな。このままあなたを全ての元凶と思ってしまうのは簡単だ。生為は今の状況を理解してんのかな。実際そう望んでいる人も多い。でも僕らが知りたいのは真実です。質問に答えてください。一応意識はあるのか。こちらの言葉は通じているようだ。何を質問しよう。最初に誰をテレビに入れた。山野と小西を殺したか。救うとは殺すことか、まあ、これは違うって分かってるし、山野と小西アナを、まあ、こいつは殺すつもりはないわけだから、これだろう。最初に誰をテレビに入れただろう。直接的か。あ、ユッキー。え、私。やっぱり素直だなお前。そして何を質問しよう。あ、全部聞けるのか。山野と小西を殺したか。殺してはないでしょうけどね、これはね。うん。彼女たちは殺された。おう、僕は救えなかった。やはりか。全部聞けるんだ。救うとは殺すことか。まあ違うでしょうね。違う。放っておくと殺される。放っておくと殺される。だから
あそこに入れた。なるほど、まあ、誰かにそうやって言われたってことだよな。ほっとくと死んじゃうよっつって。つまりこうですか。山野、小西の両事件を知ったあなたは、真夜中テレビに映った人が殺されると気づいた。うん。その運命から文字通り救うために、あなたは天城由紀子さんを誘拐した。あ、そういうことか。真夜中テレビに映った二人が次々死んでいったから、それを救おうとしたってことね。殺されるよりはとテレビの中に入れることで、現実の人間が手出しできないようにした。なるほどなるほど。そしてそれを続けていったと。結果的にユッキーが救われちゃったもんだから、次々やってったってわけだな。辻褄が合います。うん、なんて迷惑な勘違いだ。弱ってはいても正気だ。彼はちゃんと事実を話そうとしている。確かにやけに素直だな。俺ら面識は、あ、一応面識はあるのか。たまに街中で会ってたもんな。っていうか今のが本当なら、最初の2人を殺した犯人が別にいるということだな。質問を続けます。何を質問しよう。山田と小西を殺したのは誰、まあ、これは知らないだろうな。脅迫状出したか。なぜ自分もテレビに入った。脅迫状は出してないだろうし、これも知らんだろう。なぜ自分もテレビに入った、これか。映ったわけじゃないよな、お前自分が。知らなかったんだ、うん、まさかあんなところだったとは。あんなところ、割と綺麗だったけどな、お前が入った世界は。山田と小西を殺したのは誰、一応聞いてみるか。わからない、知りたい知りたい。脅迫状出したか。何のことだ。うん、やはりそうですか。辻褄が合いますね。君たち僕を疑ってないのか。この間まで殺そうとしてたけどな。見つかったんだな、あんなひどいことしたやつが。見つかってないんだよそれが。真弓、落ち着いてください。見つかるかどうかはあなた次第なんです。やっぱ山名は殺されたからこの行動に走ったわけだ。生ため、僕らは向こうの世界のことを知っている。逆に言うと、あなたの話を本当に理解できるのは僕らだけだということです。ナオト、いいね説得。君たちだけだけだけ。あんたを疑っていたことは事実だ。お前急先鋒だったろ、こいつを殺そうとする。けど今の俺らなら向き合えそうなんだ、あんたの語る真実ってのに。納得したようだな、陽介も。お願いします、落ち着いてゆっくりでいいですから、僕らに話してください、すべて。でも割と全部もう確認取れちゃったんじゃないこれ。あと何聞くことある。僕の言うことを信じようって言うのか。まさらだろ、さっさと話せ。わかった。もう太郎ちゃん荒れてるな。真由美との不倫が世間に知られてす、回想するな。また僕は騒ぎから逃げるようにこっちの実家に戻っていた、うん、そしてひたすら焼け酒を煽ってた。いや結構なペースで飲んでるぞ。少し前から真由美とも連絡が取れなくなっていたからね。ああそうなのか、まあ、ニュースになってた。真由美どこにいるんだ。目かっこいいなお前。真由美はワイドショーで騒がれ番組を降板させられていた、うん、僕は彼女に迷惑をかけてばかりで謝りたかったのに、やることも気力もなくして。そんな時ふと誰かに聞いた噂を思い出したんだ、うん、他にすることもなかった僕はテレビの画面に映った自分をぼんやり。そうしたら真由美が映ったんだ。真由美なのか。
テレビの中のマユミは僕に助けを求めているように見えた。マユミ、マユミ。思わずマユミに触れようとした。入れちゃった。俺がちょうど水面に突っ込んだみたいにテレビの中に潜ったんだ。入れちゃったか。驚いて支えを失って僕はテレビの向こう側へ落ちそうになった。てか俺はどうやってこれ気づいたんだっけ、テレビの中入れるっていうの。あら、俺なんで気づいたんだ。見返すか自分のとこが。生ための方がまだ信憑性あるな、テレビの中入れること気づくのに。俺なんでテレビの中入れるって気づいたんだ。覚えてない。驚いたよ。訳が分からず怖かった。頭がおかしくなったと思った。うん、まあ、俺と同じ能力をまさかお前が持っているとはな。テレビの中に入れるっていう、結局夢だったと思うことにして、次の日仕事をこなした後中央へ戻った。あ、一回戻ってんだ中央に。次の午後いつもの職場に出勤すると、想像通り首を言い渡された。まあ、そりゃそうか。けどそんなことより僕を打ちのめしたのは、真由美が遺体で見つかったことだった。次の日にはもう死んでたんだ。早いな。それも僕の実家のあるこの町でだ。猶予なしか。生為は辛そうにうつむいている。事件当夜に稲葉市の外にいたというのはやはり本当のようだ。中央に戻ってたって言ってたもんな。しばらく呆然とした後で、あの映像、夜中に真由美が映った映像のことを思い出した。あれは夢なんかじゃない、本当に真由美からの SOS だったんじゃないか。僕は怖くてわざと避けていたテレビに触るというのをもう一度やってみた。うん、そしてあの晩自分に起きたことが夢なんかじゃなかったと再確認した。ならあの映像は救いを求める真由美が僕に見せたものだったんじゃないか。でも俺たちみたいにテレビの中とりあえず入ってみようぜとはならなかったんだな。そう思った。そして真夜中テレビの噂に行き当たったんですね。真由美が生前妙な番組の噂を追っていたことを思い出したんだ。うん、僕も人から聞いて知ってはいたけど、子供じみたただの噂と思っていた。でも真由美はあれに移って、そして殺されたんだ。考えるほど無関係とは思えなくなった。間もなく警察の聴取に応じるため僕はこの町に戻ってきた。どうせ仕事はクビになったし、真由美の死の理由をちゃんと知りたかった。そして雨の夜、また真夜中テレビに今度は女の子が映ったんだ。小西先輩か。真由美の時と同じように、その子もまるで助けを求めてるみたいに。もしかすると次はこの子が犠牲に。すぐそう思った。うん、小西先輩のことか。真由美に関する報道は全部見ていたから、その子が遺体発見者の子に似てると気づけた。うん、あ、なるほど。で狙われると思ったわけだ。もしそうなら狙われるかもしれない。でも真由美のようにはしたくない。僕は助けたい一心で必死に見続けた。そうしたらその子の姿がだんだんとはっきり見えるようになってきたんだ。毎日見続けたってことか。だんだんはっきり。うん、先輩のことはどうやって知ったんだ。戻ってすぐ身持ちを崩しかけた僕を見かねた父に家業の手伝いをするよう言われた。その時に行った酒屋の娘さんがその子だった。偶然だったのか。
まあ、小さい田舎町だから運送屋やってればなんとなく顔見知りになるってことなのかな。これ言い寄ってるようにしか見えねえな。確かに悩んだ末にあの子を呼び出して気をつけるように警告したんだ。これはちょっと頭おかしいやつって思われちゃうよな。それクエスチョンマークだわ。けれど結局その晩、その晩に死んだの。猶予がないな。あ、彼女は何か黒いものにまとわりつかれるようにもがき苦しんで。この映像は俺らも見たやつかな。見てないか。昼間あんなに言ったのにどうして繋がらないんだ。出てくれ頼む。もう中にいるってことだよな、これテレビの中に。次の日遺体で見つかった。うん、すぐ死ぬね。殺されると分かってたのに助けられなかった。うん、僕は後悔した。もっとできることがあったはずだと。なるほどな。もうちょっと頑張ってたらな。誰からも必要とされていなかった。職場でも妻にさえ。そんな中で真由美だけが僕を認めてくれていた。うん、その真由美が殺され、同じ犯人がまた女の子を手にかけた。僕は悔しかった。自分が何もできないなんて許せなかった。小西先輩がああいう風になんかクエスチョンマーク出しまくって話聞いてくれなかったから、もう無理やり拉致るようになったってことか。真由美さんのこと本当に好きだったんだ。好きだったさ。無理やり拉致るというやり方はどうなんだろうな。結婚の直前、妻が芸能界で大当たりしたんだ。嬉しかったけど暮らしはギクシャクし始めた。ちょっとわかるかも、そういうの。うん、まあリセチよな。真由美とはその頃出会ったんだ。選挙でうちの先生に取材があった時に。彼女は看板アナだったけどローカル局勤めで、仕事に対する気持ちが僕とよく似てた。同郷だから話もあってまずいとは分かってたけど、親密になるのを止められなかった。そこはちょっと何とも言えないな。僕にはそれしか生きがいがなかった。小西咲さんが遺体で発見されてすぐまた別の女の子が映った。君だよ。これがユッキーか。ユッキーのおっぱいの谷間見てたんだな、お前も。食いつかぶりつきでな。次はこの子がさらわれて殺される。さらわれる前に俺がさらっちまおうっていう、そういう発想だったわけだ。生ためは前にあの子のようにはしたくない。今度こそ絶対に。それもちょっと狂気だよな。相手はどこの誰でもわからない殺人鬼。そんな奴から守るにはどうすればいいか、僕は必死に考えた。説得無理だ。怪しまれて僕が捕まったら誰が救うんだ。まあ確かに小西先輩の視点でだいぶ怪しかったしな。テレビの中の少女は楽しみ、僕に笑いかけているように見えた。お前にじゃないぞ。そして思ったんだ。自分にはテレビの向こうへ入る力があるらしい。なら殺される前にそこへかくまうことができるんじゃないかと。一回ぐらい自分でテレビ入んないのかな、生ためは。そっちは安全ってことなのか。そうなんだな。もうちょっと病んでるやんけ。テレビの中の少女はそんな僕にまた微笑み返したように見えた。そうとも、たとえどんな場所だろうと、むごたらしく殺されるよりはいい。テレビ入れた瞬間になんか体がパーンって破裂したらどうするつもりだったんだろうな、またね。ほとぼりが冷めた。
また出してやればいい。出入りができるかどうかわかんないじゃん、のため。テレビの中なら絶対に見つからない。これ生ためがもしここでテレビ入ってたら、生ためがペルソナ4の主人公になってたのかな。クマと出会って頭で全てのことが繋がった気がしたんだ。この力は真由美がくれたんじゃないか。二度と自分のような犠牲を出さない、そして救うことは僕の使命なんじゃないか。テレビに入る能力はどうやって身につくんだろうね。ただ問題もあった。被害者が事情を説明しても理解するはずがない。一度試してそれで苦い思いもした。小西先輩はぁとか言ったんだろうな。それならもう連れ去るしかない。使命ならやるしかない。なるほど、そう思ったんだ。真由美、僕に力を貸してくれ。主人公気質ではあるな、そう考えるとな。真夜中テレビに映った人が殺されると思って、助けるために私たちをさらった、使命って何よ、思い込みってこと。なんでそんな勝手に信じちゃうわけ。確かにな、自分がやるしかないと思ったんだ。警察にも電話したけど信じてもらえなかった。警察には行ったんだな。仕事柄の土地勘、トラック、目立たないこと、運送業であることを使えば全部やれると思った。自分にしかできないと。ある意味すごい覚悟ではあるけどね、それは。でも僕は救えてはいなかったということか。殺す方に行っちゃったっていうね。でも逆に生ためがテレビに入れなかったことによって本当に殺されてたかもしれないよな。どうなんだその辺は。こちらで霧が出る日、テレビの中の世界にいると死んでしまうんです。これも実は嘘なんじゃないか。この拍手別にないんじゃない、実は。そうでもないのか。そうでもねえか。天城さん以降、あなたが救ってきた人はあなたのせいで死んでいくところでした。でも山の穴も結局小西先輩もテレビの中で死んでたんだしな。まあそれはそうか。僕らを本当に救ってくれたのはここにいる仲間たちです。そうだぞ、自力やぞ。やはりそうか。やはりあの子を自分もテレビの中に入ったとき、僕は初めて自分のしてきたことに疑問を持った。そこが間違いだよな。最初にテレビ入っときゃよかったのにな。七子連れ去ったときに初めて入ったのか。七子ちゃんのときですね。どうやってテレビの中から連れ出すつもりだったんだよ。ほとぼりが冷めた頃に連れ出すつもりな。警察に追われ、逃げたい気持ちもあった。でも実際ユッキーとかなんか自分で勝手に戻ってきてるから、一家みたいに落ちたのかなこいつ。それでもあんな小さな女の子だけは何としても救わなきゃって。なるほど。で自分も一緒に入っちゃった。そう思って後を追ったんだ。ところが実際に入ってみたテレビの中は、思ってたのとは全然違う異様な場所だった。そう思ったんなら入り口で待っててくれや、生ため。救った君たちが日常に戻ったのを知っていたから想像もしなかったんだ。そういうことだよな。なんであんな一番奥の階層まで登ってったんや。お前は入り口で待っとけや。まさか自力では出ることさえできない場所だったなんて、気が変になりそうだった。いや実際おかしくなっていたと思う。今もおかしいですけど。あとは知っての通りさ、気づいたら病院のベッドにいた。あなたは本当に救おうとし続けていたんですね。まあ、そこだけは間違いなさそうですね。でも僕はその方法を間違ってしまった、ずっといつか自分も政界に出て社会の役に立ちたいと思ってたんだけど、その仕事も愛する人も失った。
僕に残されたのはこの力だけだった。向こうを聖域か何かだと信じ込んで、無意識にヒーロー気取りだったんだよ。そうだな。僕は映ったものをまるで疑わず、信じたいように信じてしまった。自分の頭で考えなかった。だから守れなかったんだね。あれ、結果的に何もできずに死んでしまった小西先輩以降は結果救われてるわけだから、まあ生ためのおかげっちゃおかげなのか。全て僕の責任だ。生ため、仕方ないかな。許されないっつってもな、まあ、救おうとはしてるわけだし、仕方ないにしておくか。仕方ないか。でもそれじゃあ済まされない。何、死ぬのかお前生ため。罪を逃れる気はない。覚悟ならできてる。ああ、一応拉致事件を認めようっていうことか。誘拐だけでも重罪、それにたくさんの人を危険にさらしたからね。確かに誘拐は事実っちゃ事実だもんな。すまなかった。そうか。真夜中テレビに向こうの世界、あんなもの正しく理解できない方が普通です。自然と順応してる我々の方がおかしいというわけだな。ナオト、僕らこそ謝らないといけません。そうだな。感情に目隠しされて一歩間違えば全てあなたに押し付けてしまうところだった。殺そうとしてましたからね、後ろのやつなんかね。救済を始めてみたら実際死体が出なくなったわけだからな。まあそうだな。やればやるほど自分は救えていると信じるようになったか。途中で一人ぐらいなんかミスって救えなかったら生ためもあれってなってるのかもしれないね。まあ、誰とは言わんが。実に滑稽だな僕は。すまない、少し疲れたみたいだ。いや、だいぶ長いこと話してくれたな。長すぎるぐらいな。何してるんだこんな大勢で。分身の術です。失礼、すぐに出て行きます。何事もなかったかのように。全て私の助手だ。待ってくれ。 お願いだ。必ず犯人を見つけてくれ。あの世界を知る君らにしかできない。生ためいいやつじゃないのか。そのつもりだ、安心していい。決まりですね。彼は殺人は犯してない。最初の二人を向こうへ放り込んだのは別の誰かです。ただもう全く白紙ですけど。また一歩真実に近づいた。犯人の全く見当がつかないな。どんどん上がるじゃん。これがマックスになる頃には犯人が分かるってわけだな。さあとっとと出るんだ。今の話聞いてたか警察官よ。搬送が近いって言ったろ。何か困るんだよ。たく小僧ら、二度と来るなよ小僧ら。七子、七子ちゃん苦しそう、必死に戦ってる。一旦切るか。クマくん最後に見たのってここだよね。あんなに七子ちゃんのことを心配してたのに。こっからどうやってどっか行くんだろうな。テレビの中入ったか。こっからここにテレビあんのか。たく、犯人探さなきゃなんねえって時に何やってんだあいつは。こっからテレビ入ってどっか違うとこ飛ばされちゃったみたいな。警察はもう動いていませんし、全て僕たちで調べるしかありません。改めて小西さんと山野アナの件に絞って情報を集めましょう。そうやな。でももう半年以上も前のことだよね。今さら新しい情報とか出んのかな。確かにほとんどもう亮太郎が調べてたわけだしね。けど弱音吐いてらんないだろう。
今は真相を理解してるのは俺らだけなんだ。うん、それに今だから思い出すことってのもあるかもしれないだろう。明日手分けして町中聞き込みしようぜ。聞き込みか。で夜に集まって結果を報告だ。なるほどね、探索パートね。クマさんのことも何か分かるといいな。クマは分からないだろう。ちょっと諦めとくか。そろそろクマのことはな。明日は町に出ていろいろな人の話を聞いてみることにした。今度こそ真犯人につながる情報がつかめるだろうか。今日は帰って早めに休むことにした。いやー、なんか終わりが近づいてきてそうな感じですな。今日は出歩けないか。いや割となんかずっと話聞いてばっかりのイベントがずっと続いてるから疲れてきちゃったぞ。今日は学校の創立記念日で学校休みだ。都合がいい。真犯人につながる情報がつかめるだろうか。あ、猫がいね。全部いなくなってる。猫が何匹かいたのに。ん？誰だ？おばさん？派手だな。あら、何かよ。春の事件について。春にあった事件、何かあったかしら。そういえば大きな事件があった気がするわね。もうすっかり忘れちゃったわ。いやね、年は取りたくないものね。半年前はしょうがないか。特にない。あら、そう。これ全員聞いていけってわけだな。お、陽介か。どうしたの？春の事件について。春の事件って？小西と山の穴の事件について説明した。あれ、それって春に起きたんだっけ？あはは、もっと前だと思ってた。お気楽女子高生。そんな昔のことは誰も覚えてないんじゃない？陽介に言ってやるやん、そんなこと。なんだかテレビの中にいるみたいだよな、この霧。メガネかけとけばいいのにな。俺ら本当に犯人の手がかりつかめんのかな。弱音吐いてる場合じゃねえか。何が何でも情報つかむぞ。まあ陽介からしたらな、先輩を殺した相手ってわけだし。男性、この霧は生物兵器らしい。どこかの陰謀なんだってさ。誰かが言ってた。なんて言ってたかな。そうだ、ジュネスだ。ジュネス国が稲葉に総攻撃を仕掛けてきてるんだ。おい、本当か。そんなことしてんのかお前。ジュネス国の王子よ。おい、ユッキー、この霧の中でも目立つからいいな。真っ赤っかだな。私たちがテレビに入る前の事件の情報か。最初の事件って何が理由で起こったんだろう。どんなことでも聞いて回って後でみんなで報告し合おうね。もう俺ですら覚えてないわ。だってまあみんなからしたら半年前かもしれんが、俺からしたらもう4年ぐらい前だから。さっきおじいちゃんに話しかけたら霧で見えなかったらしくって。マジスルーされると精神的にきついっつうか。この霧なんとかなんねんのかよ。確かにかなり視界は悪いな。飲み物売っているようだ。買っておこう。おい、聞いてくれよ。リセチが俺に声かけてきたんだよ。舞い上がるな。こんなこと二度とないからサイン頼んで好きなタイプ聞いちゃったよ。好きなタイプを聞くな。で、なんのよ。見てわかる通り忙しいんだよね、俺。サインもらうぐらい暇なんだろうが。それって何か容疑者が捕まって解決してなかった？終わり？じゃあ向こうに行った。俺はリセチとおしゃべりするので忙しいんだからね。なんとか言ってやってくれ。クマのことも聞いて回ってたら意外に覚えてる人多くって。へえ、意外に好かれてたのか、あいつは。ジュネスの着ぐるみさんですよねって。うーん。でも誰も姿は見てなかった。どこに行ったかも知らなかった。着ぐるみで認知されてたらな。あんなに愛されてるのにどこを突き歩いてんだろう。ちゃんと仕事してたんだな。見直したわ、クマ。聞き込みしてくれるかな。人が殺されてもみんな簡単に忘れちゃうんだね。友達の噂とかテレビのデマとか覚えてんのになんでだろう。最初の2件結構前のことだし、ちゃんと覚えてる人いるのかな。自分の町の事件でも半年たちは忘れちまうもんか。霧が濃くて嫌になっちゃうわね。で、何かご用？春の事件、少し前に容疑者が捕まったって新聞に載ってなかった？うん、たまに近くで見かけたけど。あの生ためさんでしょ。この辺フラフラしてたもんな、あいつな。いやね、怖いわ。他におかしな人なんて見てなかったと思うから、あの人で間違いないわね。お、結構覚えてるじゃん。本当に他に不審人物はいなかったのだろうか。あ、このことについても他の人に聞いてみよう。これで進展するのか。あ、ちょっと間違えた。あ、不審な人物について。
増えるわけだ選択肢が。さっき話した縄谷さんのこと他に、いや他におかしな人なんて見てないと思うわ。これ全員に聞かなきゃいけないか、きついな。相変わらず霧が晴れんの、暮れも近いというのに嘆かわしい。正月を霧だらけで迎えるなんて気持ちも晴れんわい。そうだよな。一応両方聞いた方がいいか、春の事件について。そんな前のこと覚えておらんわい。そうだな、ボケ老人に聞いたのが間違いだったわ。だが一応不審な人物について。そんなものこんな町にはおらんわい。君だって知っとる、堂島くんの家に来てる子じゃろ。お、顔が広い老人だな。だが有力な情報なし。なんかみんなが毒だ毒だっていうから気持ち悪くなってきちゃった。どっかでガスマスク買えるのかな。私も買わなきゃ、みんな買ってるし。でもみんなつけてなくない。あ、聞き込みできない。苦しそうだからかな。うん、ガスマスクつけてない。ガスマスクの男性、僕だよ、わかる。いつも話してたからな、ここで。なんで外に出てるかって、家にいるとややこしい事件ばかり見るだろう。まあ日が暮れるまでは外にいようかなと。帰ったら見ちゃうんだけどね、いろいろ。じゃあ同じじゃねえかよ。霧で遠くが見えないってのもなかなか。やっぱりやら、気分が沈むよ。家にいても嫌なニュースばかり、外に出ても霧ばかりか。せっかく人が落ち着こうとしてるのに気分を沈ませないでくれ。少し前に容疑者が捕まったってニュースがあったじゃないか。それで一件落着だろう。他に何があるってんだ。まあ確かにだな。これ春の事件について聞いた方がいいのか、ちゃんと。狭い町だ。不審な人がいたらそれは噂になるだろう。そんな噂もニュースも聞いたことがないね。だからいないと思うよ。まあ確かにな。まあ逆に不審じゃないやつが怪しいっていうことか。そしたらもう全員怪しいわな。ん？ああ、君か。霧が濃くてわからなかった。この距離で。散歩してても風景は変わらないし、いろいろと甲斐がないね。声かけてくれてありがとう。まだ時間いいのかい？余計なお願いまでしそうだが。あ、こんな時にクエストか。ちょっといいかな。君を見込んで頼みがあるんだ。実はもう一つランプを用立ててほしいんだよ。質素だけど美しいけど派手ではない。そんなランプが欲しいんだ。その店で探したんだが、どれもピンとこなくてね。自分で探さないとそんなの見つからんだろうが。それでも君なら私の望むものを持ってきてくれるような気がしたんだ。高く買ってるね、俺を。 OK だ。ありがとう。すまないね、こんなことに君を使ってしまって。本当だよ。ランプが欲しいに。まあどうせ天井界でしょ。雲の上のね。わかったわかった。わ、誰もいね。あのジジイすらいない。おばあちゃん覚えてるか。娘が事故にあったんだよ。どんどん悪い方向に進んでいくな、おばあちゃんの家はな、家族はな。しかもひき逃げだよ。犯人の車も霧のせいでわからなかったんだと。ひでえな。全くとんでもないよ。命には別状なかったけどね。霧が危ないっていうのは正しかったね。みんなにも教えてあげないと。車にも乗れんよな、こんな霧だったらな。霧が晴れないね。こんなの少しおかしくないかい。少しじゃないだろう。奥さんは変わらず商売してるけど、僕は不安だな。ところで何か言うかい。春の事件、ごめん。そういうことがあったなぐらいにしか覚えてないんだよね。あの時は割とショッキングな事件だったから覚えていたけど、だいぶ時間も経ったからね。うん、もっともですな。不審な人物、うちの店にもいろいろ客が来るけど、特に不審な人は見なかったな。やっぱ不審じゃないやつなんだろうな、犯人はな。どうしたどうしたら見つかるんだよ。おじじい、こんなところに。老人、新キャラじゃん、新キャラ。そういえば春頃にゴタゴタがあったの、お前さんよく覚えておったの。さすがにな、じじいと一緒にしないでほしいな。おかしなやつ見なかったかって。知らんねえ。こんな田舎じゃおかしなやつがいたら広まってるじゃろ。確かに。ジュネイさん誰かいんのか。あ、いるじゃん。お兄さん何？お兄さんってそんな変わんねえだろ、歳。春にあった事件、そんな前のこと覚えてない。私来年受験だし、無駄な情報入れたくないんだよね。春の事件についてはもうこれ以上の情報出てこなそうだ。ほーん。人物についてだけ聞けばいいのか。変な人？あ、そういえば私の友達が何か見たって言ってたな。商店街でうろうろしてると思うから、気になるなら聞いてみたら。また商店街か。ナオト、まずは振り出しに戻ってみましょう。その方がシンプルです。小西咲さんと山野アナ、二人の共通点はまだ何かあるはずです。きっと誰かが見ている。どんな小さなことでも探しましょう。都合よくなんか不審人物見たとか言ってるやつがいるなんて、都合良すぎないか。お前が怪しいぞ、今女子生徒一番怪しいな。おばちゃんにも聞いとくか。不審な人物、不審な人、いや特に見てないと思うわ。まともな返しが来てしまった。これお友達か。どうしたの。不審な人物、
私が変な人を見たって言ってる子がいた。その子が変な子だよな。あいつやっぱ踏んじばった方が良かったんじゃないか、さっき。あれのことかな。小西崎いるでしょ。ほら死んじゃった。結構前だけど。ちゃんと覚えてるじゃん。あの子ね、この前捕まった生ためって人に意味わかんないこと言われたって困ってたよ。それそれ、そういうのそういうの。テレビがどうのとかって。先との関係？あんたも先のことは変な風に疑ってるの？違う違う。逆逆。あの子は誤解されやすいけど本当はいい子なんだからね。おそらく生ためが小西崎に警告していた時のことだろう。生ためが言い寄っていたというのは誤解だったようだ。それは知ってるだろう、俺たちは。あ、そんだけか。特に有力な情報ではなかったな。不審な人物。さあ、見てないと思うよ。むしろ俺とリセチのおしゃべりを邪魔する君が不審者だね。やがましい。不審者についてはもうこれ以上の情報は出てこなさそうだ。え、何にも得てないぞ、情報まだ。これ以上の情報はもう見込めなさそうだ。みんなと合流しようか。何にもないぞ。これで終わりでいいの？中間点アイヤ。聞き込みを終えた仲間たちと落ち合った。すまねえ、みんな何にも得てない。はあ、もうくったくた。なんかめっちゃちえちゃんが小さく見えるな、この画角。かわいいな。やっぱ本物の警察みたいにうまくはいかんね。一日中歩き回ったけど大した収穫はなし。警察にやらせろよ、こんな仕事は。で、警察がやってたろ。当時同じ真犯人どころか事件に関する話自体全然出てこなかった感じ。全くだったな。右に同じ。てか私の場合こっちが質問攻めで全然本題に入れないんだもん。死ぬほど面倒だった。サインたかられたな。大変だな、リセチは。こんな狭い町で誰にも見られてないとか、犯人どんだけ巧妙なわけ。いや、見られてないことはないから。見られてるけど怪しくない人物が怪しいってことだろ。で、みんな怪しいんだよ。全員犯人だよ。どうする？全員捕まえよう、この町の人間を。とりあえず肉丼一つ。そうじゃねえだろ。けどまあ食べてからにするか。お、珍しくノリがいいじゃないか。俺カニ玉チャーハン。いいね、カニ玉チャーハン。そういうのもあるのか。じゃあ俺はチャーシュー麺倍盛り。そういうのもあるのか。なんかここになんかスペシャル肉盛り丼しか食いに行くと来たことないんだけど。普通の飯もあるのか。ちゃんと注文の品をそれぞれ平らげた。雨の日しか来たことないな。さてと、お腹も膨れたところでさ、みんなが聞いてきた情報少なくてもとりあえず交換しとこう。まあ確かにな。今日集めた情報をみんなに話した。みんな同じ人と、ね、まとめると、みんな同じ人に話しかけてるんじゃないの、これって。新しい情報は特になし。以上？以上です。最初の2件について警察は初動の聞き込みに異例なほどの人数を割いてました。じゃあもう人、そうだよな、最初のもう警察が調べ尽くしちゃってるってなんだよね。それでもこぼしたような情報を半年以上も過ぎて拾うというのはやはり難しいですね。まあそうだと思ったよ。まず不審者の目撃証言がない。いや、不審者じゃないやつがあるんだよ。小西さんはともかく山野アナには熱狂的なファンもいたようですが、状況は同じです。てか聞いても聞いてもそっちのけで、どいつもこの霧のことばっか言いやがる。確かにな。あと真夜中テレビのことばっかり。真夜中テレビなんかあった？クマのことは聞いてみたけど誰も知らなかった。そういうことか。まあ本当どこ行ったんだろう。クマ犯人説そろそろ浮上してくるぞ。ナオトの方は何かないわけ？新しい推理とか。だよ、探偵王子だろうがお前。新情報まるでなしとなるとどうにも。ですがこの町のどこかに全ての条件を満たす人物が必ずいるはずです。その条件を羅列してみ。なおと、小西さんと山野アナの2人と何らか接点があって、しかも僕たちの行動をある程度継続的に把握することができて。我々の行動を継続的に把握するっつったらだいぶ絞られてくるんじゃないの。何より先輩の自宅に怪しまれずに近づけた人物。だいぶ絞られてんじゃないそれ。俺らちょっと考え直してきます。
俺か犯人、俺が犯人か。こうしていても考えは浮かばない。外の空気でも吸いに行こうか。身内だよな犯人な、絶対。雪だ。通りで冷えるはずですね。うん、ちょっと黄ばんでるのがいまいちだけどな。さっぴー。でも確かにこっちのが頭が冴えて推理も働く気がするな。まあ中華飯店では推理も難しかろう。あ、もしかして雪か。こんだけ霧が濃いとせっかくの雪も紛れちまってよく見えないな。うん、そうだろうな。何かに紛れ見落としていることがきっとまだあるはずだ。これはあれか、霧の中の雪が見えづらいということがなんか隠喩になってるってこと。立ち止まるのはそろそろ終わりだ。手がかりはきっとすでにある。どうした。答えを出すか。バシンと。もう一度全ての条件を整理してみよう。犯人は山野真由美、小西咲の2人と何らかの接点があった。でも俺らのうちの誰かっつったら山野真由美とは接点はないのか。小西先輩とはある程度接点はあるけどね。加えて脅迫状の内容から見ておそらく向こう側や自分たちの行動を把握している。さらに生ための一連の行動も把握した上で傍観していた可能性が高い。向こう側まで知ってるってなったらな、身内じゃろ身内。それらのことを知り得る人物。犯人に関しもう一つ特徴的なことは目撃情報がほとんどないという点だ。2通の脅迫状は直接自宅に投函されたようだが不審者は目撃されていない。え、良太郎か。一番怪しいのは良太郎か。俺か。山野真由美や小西咲の周りでもやはり不審者の目撃証言は全く出ていない。警察が異例の人数で綿密に捜査したにもかかわらずだ。警察関係者か。じゃあこの狭い町でこれらの条件を満たしうるもの、可能性が一番高いのは、おは選べる。それ以外、まあ我々ではないでしょう。いやでもこれ俺らのメンバーの中の誰かが真犯人だったらめっちゃ面白くないか。でもさすがにそれはないか。良太郎はでもな、さすがに良太郎じゃないだろ。足立か。生ためではないもんな。山野真由美死んでる、小西咲死んで、あ、死んでるやつがなんか死んだふりをして実は裏で牛耳ってたみたいな、そういう作品もありそうだが、まあ死んでないと成り立たんからな。こんなのは密造も違うしな、モロキンも違う、死してなお操ってたみたいな、ジグソーみたいな、そういう感じかもしれんが。柊美鈴、柏木先生、大谷花子、大穴すぎるな。アバドンは、わあもう全員選べるんだ。愛ちゃん、一条永瀬、小西先輩、黒田久乃、上原小夜子、全く関係してないな事件にな。由美ちゃん、南恵里、あれか、団地妻か。足立か。この流れでいくと警察関係者っぽいってのをやたら匂わしてるもんな。俺セーブしたっけ。大丈夫だよな。足立か。もう一回見よう。この辺が確かに怪しいっちゃ怪しいけど、死んでて後からってのはないでしょう、パターンとして。柊美鈴はないって言ってたか。柏木先生もないだろう。まあ、そもそもこの辺の連中はあれだよな、捜査に関係してないから俺らの状況もわからなければ向こう側のことも知らないわけだし。足立で行ってみるか。俺らの中の誰かもないだろう、足立で。もちろん状況だけ見れば可能性をゼロと言い切ることはできない。足立なら自分たちの動きも把握できるかもしれない。自宅へ近づくことももちろんできるし、ある程度は土地勘などもあるはずだ。今にして思えば推理の最中によく出くわした。向こうからやたらテクテク歩いてきて俺たちに情報を流してたよな。警察の動きも足立から入手できることが多かった。
確実な理由が浮かんでいるわけではない。しかし何かが引っかかる。足立で会ってんのか。足立の名を口にしてみた。え、あの人がどうかしたのか。いや、俺もそんな感じでは思っているが、状況から見ると足立刑事ですか。確かに警察関係者というのも一つの考え方ですね。それでいくと直人も怪しいんだけど、でも直人は一回ぶち込まれてるしな。でも一回もぶち込まれてない俺が一番怪しいという。しかもテレビに入ることができる。一回選択肢で俺選んでみたらよかったね。俺いたっけ選択肢の中に。目撃証言が不自然に少ないことの説明もつく。まあ刑事だしな。生ためのトラックが証言に出なかったのと同じです、刑事が聞き込みしてるのは当然だからな。こんな小さい町じゃいろんな人に私的に顔知れてたりもすんだろうしな。まして肩書きが刑事じゃ怪しい人物としては浮かんでこねえな。とりあえず足立殺しとく。あるいはそれを利用すれば情報を隠すことだって可能かもしれません。まあ、それはしやすいだろうな刑事だったら。そっか、聞いてると一応ありだな。まあ、一番一応ありな存在だよな。二番手ぐらいに俺が来てるかな。けどってことはつまり足立さんかもってこと。足立だぜ。絵に描いたみたいなあのヘタレ刑事だぜ。俺もそう思ってるよ今。俺たち本当に真相に近づいてる。一回足立殺してみて、で事件が終わればこれで解決ってことでいいのかな。実はその足立刑事についてですが。なんだね。なんというか、実は以前から何かがどうも引っかかってて。おいおいおい、早く言いたまえよそういうことは。引っかかる？ただの気のせいかもしれないし、何とも言えな。くしゅっ。かわいい。いやー寒い。もう十分冷えたよな。中戻ろうぜ。急にくしゃみだけ女の子になるやん。だってあの人山野アナの身辺警護だって言って。まさか来ていたんですか山野アナの宿泊中に。じゃあ山野アナとも一応関係はあったのか。山野さんがうちに泊まってた時マスコミが宿まで押しかけたの。それは早く言いなさいよユッキー。その時足立さんが身辺警護って来て、有名人は大変だって中井さんが話してた。めっちゃ怪しいじゃん、足立じゃ。身辺警護。宿泊はしなかったんですね。足立さん、山野アナのことを知ってたのかな。知ってるでしょ。山野アナのことは分かんねえけど、あいつに声かけられた女、クラスにいるらしいぜ。もうどんどん怪しくなってきたね。昼間聞いたんすよ。ま、警察なんざあんなもんって思ってたし関係ねえって思ってたんですけど。確かにな。山野さんの死体発見者である小西さんにも足立刑事は何度も聴取しています。情報が少ないゆえだと聞いてますが、アリバイの固い発見者を何度も聴取するというのも不自然ですね。確かにな。別に発見者として扱えば一回聞いたら終わりだもんな。他に目的があったとか。それが2人と足立さんを結ぶ線。ちょっと細いか。考えてみりゃ足立さんと俺だって結構いろんなとこで会ってるよな。あれが一番怪しかったよな、情報漏洩屋のシステム。その度言い過ぎちゃったとかって警察の内情話してたけど、あれわざとだったのか。あいつバカのふりして情報漏らして、あれって俺たちを踊らせるためだったとか。足立、脅迫状だって簡単にポストに入れられる。っていうか証拠隠滅もできるよね。さまざまな状況が嵐に不審な影を落とし始めた。本当か。じゃあ本当に足立さん。とにかく確認しよう。まあ気のせいかもしれないし、とにかく確認しよう。それだな。とにかくあくまで可能性に過ぎませんし、すぐに確認した方がいいですね。
どうも、お世話になってます、白金です。事件のことで少し気になることがあるので、足立刑事と連絡が取りたいんですが。え、搬送これから？生ためか。はい、どうも。生ためを殺しに行くんじゃねえか、足立。証拠隠滅で搬送って。足立刑事は生ための搬送準備で病院に行っているそうです。あ、テレビにぶち込むかもしれねえな、生ためを。すぐに向かいましょう。何かが動き始めている。真実に少しずつ近づいている気がする。あれ、これ足立と対決ちょっと4か。熊は熊でも4か、あと6もあるのか。まだなんかあるかね、こっから。私いるじゃん、普通に。あれ、君たちなんでこんなとこに。いや、やっぱこいつには無理だ。そうだ、堂島さん知らない？病室から抜け出したって言われて。涼太郎が、え、涼太郎か、もしかして。いくら釘刺してもすぐどっか行っちゃうんだから。ちょっと左翼は引っ込んでてくれ。やれやれ、生ための搬送も終わったし。終わったんだ。これで帰れるはずだったんだけどな。生ための搬送が終わって涼太郎が脱出したって。生ため殺しに行ったのかな、涼太郎。搬送終わったんですか。もうみんなちょっと怪しんでるから。前から思ってましたけど、ずいぶん急ぐんですね。ちょっと疑ってるやん、直人。態度に出すな、疑ってても。え、ああこいつのひょうひょうとした感じを見習え、もっと。だってほら、堂島さんや奈々子ちゃんとこのまま一緒じゃさ。まあそれはあるな、もっともらしい。君たちだってその方が良かったろ。うん。それより君たちこそ何しに。奈々子ちゃんの病室はこっちじゃないよ。怪しく見えてきた、私が。だんだん堂島さん来ないうちに帰った方が良くない？また捕まっちゃうよ。もともとお前のその鼻にかかるような喋り方が好きではなかったが、なんか余計気になってきたぞ。あ、ヨトロ。足立、生ためはどうした。そんな格好で徘徊しないでくれ、不安なんだが。今日はえらく騒がしかったな。堂島さん、こんなとこで何やってんですか。生ためならもう搬送しましたよ。報告しようと思って探してたのに。搬送しただ、うん、おい、誰がいいと言った。奴にはまだ聞きたいことが残ってんだ。どうせ涼太郎は生ためには会えないだろう。堂島さん、勘弁してくださいよ。でこれ搬送したのはやっぱ足立の独断か。最初の2件の殺しが引っかかるんだ。おお、涼太郎すげえな、お前。毎回奴は動機もいまいちだし、アリバイも固かったはずだ。お前すげえな、毎回真実に独力でたどり着こうとするじゃん、涼太郎。証言で埋まった穴も多いが、そこだけは未だに引っかかる。涼太郎主人公にしたバージョン出してくれよ。まった刑事の勘ですか。でももう搬送しちゃったし、僕に迫られても困りますよ。うるせえこいつ。君たちもさ、いい加減もう帰ってよ。警察の仕事の邪魔になるからさ。お、なんかちょっと無理やりじゃねえか。ちょっとピリついてきたな。なんだよ、今日に限ってバカに仕事熱心じゃないか。確かに。いやだな、僕はいつだってちゃんとやってますよ。涼太郎もちょっと足立のこと怪しんでんのかな。堂島さんも自分の仕事してくださいよ。おとなしく怪我を治すって仕事をね。いいこと言うな。おお、涼太郎、刑事の勘か。お前ら、こんなところで何してる。確かめたいことがあってきたんです、足立さんに。うん、足立を問いただそう、この場で。まあ、どっちからでも良さそうだな。山の穴失踪時のことを聞く。山の真由美が消えた時のこと。ここは涼太郎がいた方がいいな。消えた時って言われても、なんとも。
見てたわけじゃないし。身辺警護してたんじゃないのか。何ヶ月も前のことだし、急に思い出せって言われてもな。おい、それでも刑事かお前。陽太郎見習えよ。普通にはぐらかすんかい。小西咲は聴取？そりゃしたよ。遺体の第一発見者だからね。まあでも彼女何も知らなかったから、1,2 回ちょっと話を聞いただけだよ。お、意義あるじゃないか。ここ直人、何回も呼び出したっつってなかった？聞きたいことってそれかい？どうしたの一体？もうちょっと揺らいでんじゃない今。揺さぶりを、脅迫状の音を聞く。揺さぶれ。脅迫状？彼の家に届いたものです。今は警察に渡っているはずですよね。もしやお前燃やしたりしてないだろうな。いや、よく覚えてないけど。脅迫状、良太郎に確か取られたんだっけか。おい、覚えてないだ。もう、良太郎、あれは鑑識と組んで調べるようにってお前に渡しただろう。忘れたのか。あ、怪しいな。すいませんじゃないよ。あの後すぐ堂島さん事故ったりして慌ただしくなったもんで、つい。まあ、確かにあの後慌ただしかったけどもな。それにあんなのただのいたずらでしょ。お、怪しいな。なんすか急に質問攻めにして。なんなのこの雰囲気は。もうよくお前耐えられるな、この雰囲気に。ちょっと揺らいでるぞ。でも堂島さん、そろそろ病室戻ってくださいよ。そんなんだから怪我治んないんですって。確かに怪我の治りは遅い気がする。まあでも重症だからな。君たちもとっとと帰りなさい。だいたい今何時だと思ってるんだ。お、ちょっと口調が荒がってきたんじゃないか。荒ぶってきてるぞ。じゃ僕は戻りますよ。署に戻って報告しなきゃならないんで。逃げようとするやん。あその前に最後の確認をさせてください。最初に殺された二人は実は生ための仕業じゃないとはっきり分かったんです。うん、別の誰かが殺したんだ。足立さん、知りませんか？知りませんか。完全に揺さぶりだなこれは。ただの何を言ってるのか意味がよく。ちょっと狼狽してるんじゃないか。てめえなんじゃねえかって言ってんだよ。直接言ったね。バカ言うな。そんなの生ためが全部入れたに決まってるだろ。全部入れた？今なんて意義ありだよ今の。全部入れた？入れたとか入れないとかってのは何の話だ？本当だよ。お前が入れたのか？お前、手口について何か知ってるのか？来た。逮捕や。まさか、この前のテレビがどうとかってあの話。あれお前もまさか信じてるんじゃないだろうな。そうか。今わかりました。完全に口を滑らしたね。足立さん。実は僕は過去のあなたの言動の何かがずっと引っかかっていたんです。ああ、絶対覚えてないやつ教えてくれ。何とは分からなかったが違和感があった。堂島さんの事故現場で僕が生ための日記を読んだ時のこと覚えてますか？覚えてないわ。未遂で助かって世に出なかった3件目以降の被害者も書かれてると僕が言った時。ああ、確かに未遂、これは警察に関してはどういう扱いだ。失踪事件になってるのか。足立さん、あなたはこう言ったんだ。すごい、そりゃ決まりだねって。うん、何が決まりなんですか？うん、あの時警察はまだ事件に未遂のケースがあったなんて知りもしなかった。まあそうだな、殺人未遂じゃなくて失踪事件で終わってるはずだから。おかしいじゃないですか。しかも数日消息がつかめないなんて無数にあることだ。無数にあるかな。なのに僕が読み上げた名前に異論が出ないのもおかしい。うん、
答えてください、足立刑事。逮捕や。知らないよ。なんだ今の動き。忙しいって言ってるでしょ。あ、もう完全にやってんぞこいつ。あ、待ちやれおら。妙太郎、妙太郎、楽しい。くそ。寝ててくれ妙太郎、気持ちは分かった。足立亮太郎見てるとなんかすげえ虚しくなってくるな。元気に駆け出してって足立をぶん殴ってほしいくらいだけどな。あ、生旅の病室、テレビの中入ったのかもしかして。ここにも足立はいない。おかしいな、確かにこっちへ逃げたはずなのに。あいつらみんなテレビの中逃げるじゃん。ちくしょう、どこへ消えやがったんだ。いたか、妙太郎。警備室に問い合わせた。誰も私を見てないし、出入りの記録もない。手が早いな、妙太郎。有能すぎる。この病棟からは出てないはずだ。必ずまだその辺にいる。テレビの中だろう。ここから出てない？探したけどどこにも。ベッドの下かテレビの中しかないな。まさか自分の一番身近にいた部下がな。堂島さん、まったくあなたって人は。もういいって看護師さんは。すまん、ちょっと動きすぎた。直す気あるの？これ以上やったら後遺症残りますよ。ちょっとさせてくれ。そんなガミガミ言っても後遺症残るだろうが。この前も大変だったの忘れたの？そうだったな、すまん。しばしおとなしくした方が良さそうだな、陽太郎は。頼む、足立を見つけてくれ。このままってわけにはいかない。しょうがねえな、陽太郎。病棟から出てないってまさかとは思うけど。うん、多分そうだと思う。だって犯人なら入れるはずでしょ。そうだな。こっから中に入ったってこと？でもテレビの中入っちまったらもうそれこそ追い詰められたようなもんだけどな。逃げた方全部見て回ったからな。狭いし見逃さねえよ。相当追い詰められてましたから中へ逃げ込んだ可能性もあるでしょう。でもこれでもし中にいるとなれば逆に動かぬ証拠です。そういうことだよな。もうちょっとなんかごまかし聞きそうだったけどな。そんな狼狽せずともよかろうに。やろう、マジかよ。でどうするんすか。一回切るか。当然追いかけるだろう。明日にしよう。何をほざくんだ。入れ。ここから入るのは無茶だと思う。いやでも足立もここから入ってるんだったら足立に一番近いのはこのテレビだろう。このテレビ使ったって確証まではないし。そうか。どこに出るかわからないもん。そうか。いつも通り昼にジュネスから行こう。いや俺毎回言ってるけどその理論だけはちょっと俺納得いかねえ。大丈夫、万全にしてけばあんなヘタレ男一撃だって。今からジュネス行けばいいだけの話じゃん。限りなく怪しい人物足立。限りなく怪しいな。真実にまた一歩近づいた。まだ5か。まだ5だ、半分。まだなんかあんのか。もう足立で決まりでしょこれは。いやちょっとまた疲れたな。イベント今日は一旦解散し各自家帰った。そうだな、明日の昼にしよう。やはり俺も休憩した方がいいと思う。口が回らなくなってきたし。いやずっと会話を見てるから疲れるんだよな。何もなしか。じゃあ足立編、これが本当のラスダンって感じか。中身は変わらない。今日ぐらいな病院に泊まってもいいんじゃないか。セーブしとこう。今日はいろいろあって疲れている。そうだな、疲れたよ。明日からの真犯人追跡に備えて今日は早く休もう。もう真犯人で確定ってことでいいんだな。もう休む。じゃあもういよいよラストダンジョンって感じか。またベルベットラッチ。いねえじゃん、イゴール。どこ行ったあいつ。
ここはどうやらまた夢の中でベルベットルームを訪れたようだ。拉致だろう。でも誰もいないんだよな。自分から来たのか。しかしいつもと様子が違う。イゴールラの姿が見当たらない。クマ、いつの間にかクマが座っている。なぜここに。ここはどこ。クマか。俺のベルベットルームだ。どうしてここに先生が。こっちのセリフだよクマ。黒目怖いなお前。左の。わからない。ここは夢の世界かも。こっちが聞きたい。こっちが聞きたいな。そうクマか。不思議なこともあるクマね。不思議だな。クマは本当にわからないことだらけクマ、うん、だけど気づいたクマよ。クマは今まで自分が誰なのかずっと考えてきた、うん、けど見つからなかった。おお、最初から誰でもなかったクマ。誰でもなかった。で、自我はあるっぽいけどね。あっちの世界には人間、こっちの世界にはシャドウ。最初からそれだけクマ。うん。クマはあの世界にいたただのシャドウだったんだクマ。シャドウに自我が芽生えてこうなったってこと？クマ。みんな心配してる。どうやってここに？シャドウだった。どうやってここにはちょっと引っ張りすぎか。みんな心配してるのを伝えてやるか。先生はいつも優しいクマね。優しかろう。気づいたクマよ。あの日病院でクマはやっぱり何もできないんだって。まあ我々全員何もできなかったけどね、あの時は。そう思った途端意識が遠くなって気づいたら霧の中だったクマ。シャドウは人間の世界にはいられない。いちゃいけないクマ。どこまで歩いても何もなくてもうどこにも行けないって思った時、車の音が聞こえた、うん、あれどこ歩いてたんだろうね。そしたらここに。俺が拾ってやったって感じなのか。いろいろなことを思い出したクマ。クマの世界は人の心が影響する世界、うん、その世界で生きているうちにある時一匹のシャドウに人の気持ちが芽生えたクマ、うん、まあ、ある意味優秀なシャドウだよな。でも人とシャドウは全く違う存在。全く違うのかな。表裏一体的な。そいつは自分がシャドウってこと自分で忘れたクマ。忘れたくて一人好きって思われたくて、だからこんな格好になったんだクマ。本当頭が悪いクマね。いや割と賢いだろ賢い。前にもう一人のクマが言ったこと結局あれが本当だったクマ。もう一人のクマ全然覚えてないわ。見た目しか覚えてない。それ普通の人間と同じじゃないのか。人間もその仮面かぶってって感じじゃないの。忘れていればよかったのに思い出しちゃったクマよ。その純粋なシャドウはまた別なのかな。きっとクマはもうすぐただのシャドウに戻ってしまうクマ。なんで。そうだ先生、いつか天国のナナちゃんに謝っておいてほしいクマ。おい勝手に殺すんじゃない。生きてるぞナナちゃんは。そこ知らねえのかお前は。クマ何もできなくてごめん。せめてそれぐらい伝えてやるか。ごめんなさいって。ナナコは生きてる。クマはちゃんと救った。ナナコは生きてるぞ。本当。それそんな顔になるわ。俺もなったわそんな目に。天になったわ。クマにナナコが回復したことを話した。ナナちゃんが。そうクマか。よかった。ほんとよかったクマ、うん、それだけ聞けてよかった。安心したらなんか眠くなってきちゃった。あ、本当に消えるのかお前。ここは不思議。
いい場所かもね。なんか落ち着くっていうか。おい、ナナコとの約束は、クマ。クマの世界とも違う。何か少し懐かしい感じがするクマ。消えそう。もしかしてここは先生の夢の世界、クマか。そんなところだ、わからない。こっちが聞きたい。わからないよな。そう、クマか。だって自分の夢の世界にあんな鼻が長いおっさんいてほしくねえもんな、小人。そうだな、なんでだろうな。まあこれからどうしたら。そのうちベルベットルームの住人とかになりそうだな、クマ。わからない。一緒に道を探そう。ここにいればいい、ここにいればいいっつったら本当にベルベットルームになんか押し込まれそうな。でベルベットルームになんか出てきそうだよね、クマね。マスコットキャラ的マーガレットに手なずけられてお似合いかもしれない、このメンバーに。ここにいればいいにしてみるか。何言っても出ていく気だこいつは。でも一個だけ分かった、クマ。クマ、先生に会えてよかった。マジかお前。クマの純粋な深い感謝が伝わってくる。あ、これマックスかな。やばい、マックスでやっぱ消えちまうのか。本当にせめてナナコに一目会ってやってくれ。星か、ルシフェル強い黒目が怖えんだって。お前のその顔、真顔やめてくれ。かけがえのない絆、光を掲げる者ルシフェル。レベル追いつかんだろうね、多分ね。でももう行かなくちゃ。ここはきっと先生の居場所。はクマがいていいところじゃないみたい。どうやって入ってきてんだよお前。誰に。あ、お前もしかして俺のシャドウとかじゃないよな。唯一シャドウが出なかった主人公のシャドウがお前とかで、裏でなんか繋がってるからここに入れたとか。じゃあお前が人間になったら俺になるじゃねえかよ。さよなら先生。だとしたら消えざるを得んか、クマ。あ、いたのか。いつの間にかクマは去り、イゴールらが座っている。あなたがここに迎え入れたものは言葉だけではなかったようですが。俺が迎え入れたというのか、クマを。ここは育むべき自我を持つお客人のための部屋。やっぱクマは自我があるってことだよね。自我から離れた片割れでしかないシャドウなど近寄るべくもない場所。はあはあ、やっぱ純粋なシャドウはもう自我がないんだ、片割れになっちゃってんだ。クマは自我が芽生えてるってことだよな、やっぱ。止まってしまった一つの石が水の力に動かされ再び流れの中へと戻る大変興味深い、うん、イゴールは曰くありげない笑みを浮かべている。まあクマ戻ってきそうだね、そしたらね。なんかイゴールの手のひらの上で踊らされてる感がすげえ嫌なんだけど。やめてくれないか。そろそろ出発するといたしましょう。車はまだ旅路の途中、ここに長居は無用でしょうからね。いや、次のダンジョンじゃクマは使えそうにないか。ラスダンでは最後の最後に戻ってきてくれるかな。マーガレット、準備が整いました。発車いたします。結局どこに向かってんだこれは。やはりあなたは見込み通りの素晴らしいお客人のようだ。だからそういうのやめろって。もてあそぶな俺を、これ以上。さあお戻りなさい私も一層楽しみになってまいりました。腹立つな。ではまたのご利用をお待ちしております。マーガレットはいいんだよ。現実へ。これずっと霧ってことだよな。曇り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 って。次のタイムリミットとかわかんのかな。ジネス家電売り場揃ってるね。どうでした、クマ君いましたか。やつは俺の中にいた、ナオト。
まさかの。いないし、誰も見てないって。俺は見たぞ、陽介。もうバカ、ほんとクマなんだから。事件山場だってのに。ほんとクマなんだから。クマったクマった。仕方ありません。今はとにかく足立を追いましょう。そやな。あ、もういきなり行っちゃうんだ。久しぶりだなこれも。いや、ラストとなるとなかなか感慨深いですな。ちょっと楽しみではあるな。足立の世界なのか。うわ、すっごい霧。前より全然ひどいね。確かに黄ばみがすごいな。何これ、どこもかしこも前に来た時よりずっと嫌な感じ。これメガネかけた状態でこんだけ深く見えるってこと。よっぽどだろうな、メガネ外したら。急いだ方がいいかも。急ごう。ちょっと待ってて、足立のやつ探してみる。ほっといたら死ぬんじゃね。そういえば足立ほっといたら死ぬ説あるぞ。俺らの世界もこっちもどっちも変になってるってことか。クマがいなくなったからかな。外の霧にもこのメガネ効くんだもん。普通じゃないよ。霧のせいで具合悪くなったって人結構増えてるみたいだし。でもおかげでずっとユッキーがメガネかけてるの見れるな。よかったな。これからどうなるのかな。いる、足立こっち側にいる。早いな。マジか、どっちだ方角。待って、リセチも成長している。やはり自分からテレビの中に。決まりですね。この事件を引き起こした張本人は彼と見て間違いないでしょう。うん、テレビ入れちゃった時点でな。彼を捕まえればこの世界の謎も事件の謎もきっと解けていくはずです。本当に最後だろうな、ナオト。本当だろうな。じゃあクマ君の生まれのことなんかもなんかわかるかもしれないね。肝心の本人いねえけどな。たく、こんな時にあいつ。本当だよ。クマはこっちにもいない。あ、いないんだ。俺の体内にいるのかな。ダメ、足立もいるのはわかるけど足取りうまくつかめない。足立の足取り。もうクマ、この肝心な時になんでいないのよ。クマが必要なのか。ちょっとベルベットルームをここにドーンと車を寄せるしかねえな。お、ここは戻ってきてる。結局戻ってきたんだ。まあ奈々ちゃん会いたがってたからな。ここにいたってクマ何の役にも立たないのに。奈々子との約束だけ果たしてくれ。奈々ちゃんごめんなさい。クマ、あ、クマさん。奈々子、やっぱりクマさんだ。なんといういい子すぎる。声聞こえたよ。七子がクマを救ってやるのか。頑張れって。七子、お兄ちゃんたちの声も聞こえてたんだな一応。七ちゃん待ってて、すぐお医者さん呼んでくる。また眠ってしまったようですね。一応面会した説だったけど、クマは急にここに現れたからよかったのか。あの、ナナちゃん、さっき僕の声が聞こえたって。うん。頑張れって。あの時、奇跡的に持ち直したのは、君やみんなの声が届いたからかもね。そうか。いやでも、ナナ子の死体をほっといて、俺たちは犯人を追いかけ回してたわけだが。意識がなくても、声は聞こえているものだから。ちゃんとそばにいてやった方がよかったのかもしれんな。でも、クマはずっとそばにいたのか。僕やみんなの声。お前みんな。とにかく彼女の症状は原因も何もかもよくわからないことだらけでね。うん、死んだり生き返ったりしてるぐらいだしな。もちろん最善は尽くしているけれど、今のところ具体的なことは不明としか。うん、不明。それじゃあまた何かあったら。もう七子の精神にかかってるって感じかな。衰弱。
もしクマが不明な存在ならどんな風に変われるのかも不明。それならクマが自分で不明じゃなくしていけばいいんだ。おう、ナナちゃん頑張ってる。きっとみんなも今頃頑張ってる。僕は目覚めたな、クマ。僕はただのシャドウだけど、僕の声でナナちゃんも元気出してくれた。シャドウだからってなんだ。僕にもできることがきっとまだある。考えることやめちゃダメだ、クマ。だからここに戻ってきたんだよね、ナナちゃん。あ、ここで弱さを受け入れ乗り越えた強い意志が心の真の力を呼び覚ます。そうか、ランクマックスになったら変わるんだった。なに、トゲトゲしくなったな。クマのペルソナが新たな姿に生まれ変わった。ケツにストリームブースターみたいについてるぞ。ミサイルぶっ刺さってる。カムイ、カムイへと転生した。ミサイルぶっ刺さったな。みんなのところへ戻らなきゃ。カムイ強そうだったね。頑張るクマよ、ナナちゃん。またすぐ来るから。クマイケメンになったな。これは熱いぞ。わあ、最終メンバーどうしようかな。悩ましいな。ナオトは外れるな。すまんな、ナオト。ダメ、分かるの相変わらず気配だけ。足立の場所は分からない。リセちゃん、ここにクマ戻ってくるとか熱すぎるだろ。あいつどんだけいいとこ取りだよ。クマがいたらな。あいつもう鼻効かねえんじゃなかったか。探知の役に立つんか。目覚めたからな、カムイとして。立たない。立たない、クマ立たない。けどなんだかんだ言って支えてくれるっていうかさ。うん、騒がしいけど明るくなれるね。いつでも底抜けっていうかさ。楽観的で、でもいつでも前向きでしたよね。こうして噂してると出てくるのかな。リセチ、大丈夫？ちょっとふらついただけ。霧がすごくてどうしても見通せない。でもそういえばリセチはまだマックスになってないから、リセチの方はまだペルソナが進化してないんだよな。これも進化してたらグラフィック変わってたのかな、ランクマックスになってたら。今日はもうやめとこ、倒れたらやばいもん。うん、ちょっとリセチがかわいそうになってきたね。クジカンさんが消耗しては仮に場所が分かってもまともに戦えません。そうそう、夜も近づいてきています。一旦外に出ましょう。まあ、ちょっと苦しそうなリセチの応援ボイスってのも聞いてみたいけどな。やったね先輩よ、ちょっと無理して言ってるところも聞いてみたいけど。あ、クマ来ないのか。てっきりあそこにクマが登場するものと思ってた。一回帰るんだね。そうか、すんなりとはいかんもんだな。くそ、ここまで来て立ち往生かよ。でもさ、このまま足立が外に出ないように見張ってたらさ、勝手に死ぬんじゃないの足立は。いや、その辺のシステム理解してるだろうしな、足立も。死なんか。あそこにいんの分かってるのに。うん、何よ、私の力全然役に立たないじゃん。すまん、俺がコミを上げなかったばっかりに。リセチ、俺と付き合っていれば。クマ、お、お、お前どこに行ってたんだよ。ごめんクマ。バカ、バカグマ。いいな、大遅刻よ。どんな大御所よ。クマ変わってくれ。クマの目の位置やばくない。嘘泣きにしてはものすごい水分量だぞ。渋いてるぞ。バカ、ごめんクマ。また一緒に頑張らせてほしいクマ。
よく言ったな。世話やかせやがってこの熊子、今までどこほっつき歩いてたんだよ。ごめん熊。熊、いろいろわかったんだ。自分のこと、あの世界のこと、みんなに聞いてほしい熊。完成したからな。まあ、完全に自我が芽生えたってことだろうな。ペルソナ使える時点でな、ついに分かったというクマ自身についての話を聞いた。シャドウがペルソナを使ってたって考えるとな、その時点で自我あるじゃんっていう気はしなくもない。自分がただのシャドウであったこと、一度は途方に暮れたものの再び現実へ戻ってきたこと。シャドウってあの私たちが戦ってるやつと同じってこと？うん、みんなが知ってる通りのやつだクマ。シャドウは抑圧された人間の精神そのもの、誰の中にもあるものクマ。これで今までに登場した敵の中にクマに似てるシャドウとかいたら面白いけどな。そんなのはいなかったよな。けどお前はシャドウなのに俺たちを襲わなかったじゃんか。あ、でも最初会った時確かによく分かんない感じだったか、敵か味方かみたいな。あの中を平和にしたいって確か初めからずっと言ってたよな。お前そんなこと言ってたのか。元からイケメンだったんだなお前は。きっとクマ結局特別な意味も力もないただのシャドウだったんだクマ、うん、クマの世界を平和にしたいと思って今までやってきたけど、それどころかこっちの世界にまでおかしな霧が溢れちゃった。確かに。ごめん、ごめんなさいクマ。クマの力がもっとすごいものだったら。いいっての別に。だいたい初めっからお前に特に期待とかしてないっつの。まあな。今さらシャドウだったとか言われても、やっぱそれ系だったのかみたいな感じだし。やっぱそれ系だったのか。まあ確かにそう言われてみればそんなもんか。え？真剣に告白してるのにやっぱそれ系ってどういうことかな。やっぱそれ系。そうだな、人間じゃないしな。普通こんなプリチーなクマがシャドウなんて思わないでしょうが。つーかシャドウだとなんか問題あんのか。まあ、確かにな。確かに君はシャドウとして生まれたのかもしれないけれど、君にはもうペルソナの力がある。シャドウとは抑圧下の力であり、自我がそれを制御することでペルソナともなる、うん、なら今の君にはちゃんと自我があるということじゃないですか。そう、俺がそれを言いたかったんだよ。俺喋れないからさ、ナオト全部代弁してくれよ。ちゃんと自我がシャドウを制御するか、シャドウに自我が芽生えるか、多分僕らと順序が違っただけじゃないのかな。うん、なんだ、じゃあクマくんってもう人間と同じなんじゃん。そういうことだな。クマが人間と同じ？自分が何者なのか考え続けてるのって俺たちと同じだろ。うん。で、大した力もなく特別な存在でもない、それも俺たちと同じだ。着ぐるみを脱ぐと声が変わるのは俺たちと同じではないな。その点だけ改善してくれ。ありがとうクマ。どっから泣いてんのそれ。みんなに会えてよかったクマ。ある意味このクマの着ぐるみも一個のペルソナっていう感じなのか。全部ユッキーにかかってるぞ、貴様の涙がびしょびしょじゃねえか。ま、俺らもともと微妙にはみ出してる顔ぶれの集まりだし。微妙にか。お前もその一人ってことだな。全員だいぶ尖ってるだろう。誰がはみ出し者ですか。一番はみ出してるな、ナオトは。先輩だけでしょ。あのな、探偵やアイドルの言うセリフかよ。ったく、お前もいつまでも泣いてんなっつの。それどころじゃねえんだから、うん、お前のいない間に真犯人が分かったんだ。そうか、その辺も
説明しなきゃならんのか。山のアナと先輩を殺したのは足立だ。お前足立知ってんのか。覚えてる、覚えてるか。足立、あのずっこけでか。ずっこけでか。ほへー、気づかなかったクマ。困ったら節穴さんに。すんなり受け入れるなよ。みんながよく知ってる人間なのに見つからないとなるとクマにもちょっと。確かにな。何か毎回そいつのヒントみたいな感じだったけど、今回よく知ってる人間だからすぐ見つかりそうなのに見つからんってことか。言ったろ、お前にそんなのは期待してねえっての。んなことよりどうも盛り上がんねえんだよ。ふさふさしたのがいねえとな。お前はこのぬいぐるみ好きなだけだろ。感じいないとやだ。あ、いいな。おい、リセチーが今回かなり可愛くなってるじゃないか。みんなありがとうくん。よし、これで全員揃ったことだし、明日から仕切り直しだな。明日からになるのか。クマも久々に頑張って探すコマよ。ほんと任しとくま。お、久々に語尾を生かしてきたな、自らの。真実にまた一歩近づいた。そっか、まだ審判があと5つあったんだ。あと4つ、まだ先は長いのかもしれん。ダンジョン中にランクが上がっていくのかな、審判の。まあなんかダンジョン中ボスとかでまたイベント起きるだろうしな。どうせダンジョン攻略中にマックスになる仕様だろうな。明日仕切り直すことにして、今日は各自帰ることにした。結局2日かかっちまったな、足立追うのに。あ、でもさ、これさ、ラスダンだったらさ、あ、それ誰もいねえんだ。ラスダンだったら先に声マックスにしてさ行った方がいいんじゃないの。そんな速攻で突っ込むよりは さっさと助けた方がいいかな。漢字リセチぐらいはさすがにマックスにしないとまずかろうて。ナオトはちょっともうきついかな。老婦人、ナース。ナースももったいねえ。9まで来てんのに。アイちゃんもあげときたい。あとまだ出会ってないのも一人ぐらいいそう。そら、俺はまだバイトを受けていない。バイトを受けていないのが一つある。中身は変わらない。ちなみに今日ナース行けたりしないよね。今日のところは出歩くのはやめておこう。そうだろうな。セーブしておこう。ちょっとゲームの音量を上げてみたんですけど、さっきまでクマのイベントの間はちょっとゲーム音小さかったかもしれない。まあいっか、クマだし。明日からの探索に備えて今日は早く休もう。いよいよ次からって感じか。ちょっといつぐらいまでに足立を捕まえればいいのかが分かればな。コミも上げてみたいんだけど。水曜日、今日は昨日の仕切り直しだ。一応まだイベント続くのか。放課後になったらみんなで向こうの世界へ行こう。てかもう無理なのかな。もうそのままなだれ込むしかないのかもしれない。コミもう無理か。あー、ちょっとリセチーは残念だな。あと漢字。その二人を攻めて歩きやりてえな。ナオトはちょっともう最終メンバーからは外れてる感あるしな。やってみるけど。やってみてくれ。リセちゃんに無理なら枯れ果てたクマなんぞ到底。枯れ果てた。何かに覚醒したかもしれん。カムイになったがゆえに。確かにあのアダッチーの匂いはすれど、姿はトントキリの中クマ。うん。クマ、ダメなの？何も目覚めてなかったのか。そんな目で見られると、うん、何が何でも鍵当てなきゃダメクマな予感。うん、ここがクマの踏ん張りどころクマ。頑張れば分かるようなもんなのか。お、中出そう。プリッつって。お、久々のお前がシャドウと戦った時のあのあれやん。リセチのシャドウと戦った時か。クマさん、黄ばんだだけだった。お、おい、あんまうろうろするなよ。そのまままたいなくなっちまいそうだ。分かったのか。ほんとかよ。足立か。なんちゅうかぼんやりとしてい
何それ。怪しいクマに匂うクマに何かあるならそっち行くしかねえだろうけどな。でもおかしいな、こっち確か最初に先生たちが3人で入った場所。やっぱそうだよな、山の穴の子だよな。最初に入った、一番最初って。あ、違う、あれだ、酒屋か。あの顔切り抜かれたポスターとか貼ってあったキモい部屋か。そうそう、お前が立ちションしたとこだよ。やっぱ誰かいる、クマ。おお。クマ、やっぱあんたすごい。たまたまその顔やめろ。クマよ、最初に先生たちを見つけた場所だったから。まだ本当に足立を見つけたとは限らんだろう。なんか匂ったクマよ。あれ、陽介の匂いじゃない、もしかして。そっかそっか。え、匂ったってそれ。そうだよな、やっぱりな。確かあそこで花村トイレ我慢できなくなって。あれが熟成した香りじゃないだろうな。あれでこの霧が濃くなったんじゃないか、陽介。お前のジュネスがこの霧の原因って言ってたけど、まさかお前のションベンが。え、それまさか漏らしたとかって話。お前がこの霧の元凶かよ、黄ばみの。やだ、聞きたくない。そっか、みんな知らなかったのか。いかん、陽介のチブを漏らしてしまったな、計らずも。話でかくなってるから、てか漏らしてねっつの。さあ、どなか、そういうカテゴリーの話を適当言いふらすんじゃねえよ。正確に伝えないとな。ほら、昔のことだから記憶がさ、曖昧っていうか。もう4年も前だからな、ちえちゃん。じゃあ、みんな、曖昧な話もそれくらいにして、曖昧 B についておいで。お前も曖昧なのかよ。なんちって。不安だ。あ、よかったな、ユッキーにはまったぞ。久々だね、ユキコのそれ。あんなんでいいのか、ユッキー。つぼる場所は相当どうかと思うけど。うん。戻ってきたクマの力で明るいムードが戻った。明るくなりすぎじゃないか。そして真実にまた一歩近づいた。こないだこんな明るいムードの中、奈々子が死んだんだぞ。気を緩めるなよ、お前たち。いつまた誰が死ぬかに限らん。どんどん上がるね、ランク7。真実を追う仲間たち、ランク7。うん、ダンジョン入る前にマックスになるかもな。え、でまだ行かないの。行くでしょ、奥に。陽介の匂いを追って。あ、こう、あ、懐かしいね。こんなんだったっけ。くそ、聞き覚えな。あ、アダチやん。目かけてやってたのに不倫なんかしやがって。アダチの声だよな。え、山の穴が不倫した相手とかそういうこと。誰だ。顔。ああ、お前らか。しつこい奴らだな。そんな悪い顔してたのか、お前。山の真由美を殺したのか。観念しろ、犯人お前だ。まあ、殺したのもこいつだろうな。不倫なんかしやがって。もともと関係があったのか、山の穴と。犯人はお前だ。これかっこいいからこれにしよう。何のことだかね。普通に足立いると思う。ごまかそうったって甘いんだよ。この場所にいることそのものが証拠だ。その顔の悪さも証拠だな。答えろ。お前が山の穴をテレビに落としたんだろう。あれは事故だよ。暴れるからしょうがないでしょ。暴れるから。聞きたいことがあってロビーに呼んだだけさ。なのにキーキー騒ぎやがって。はあ、ん、どういうことだ。わ、誰よあなた。初山の穴の顔グラフィック。テレビに一瞬映っただけだったよね、山の穴って。声聞くのも初めてか。こんなとこに呼び出して。で、重要な話って何。うん、おお、ニュースでやってるの本当ですか。一応刑事としての仕事を全うしようとしたってことは。足立、あなたが不倫してるとかって嘘ですよね、あんなの。あ、そういうことじゃないな。あ、お前もしかしてファンだったのかな、山の穴の。
そんなことあなたに説明する必要ないでしょ。ストーカーか。おお、詰め寄るね。そっか、否定しないんだ。目かけてやってたのに、こんなくだらない女だったなんてな。目かけてやってたってなんだよ。なんなのあなた。本当にな、なんなんだよ。人を呼ぶわよ。あー、うるさいうるさいうるさい、黙れ。情緒不安定かよこいつ。あんたさ、一度怖い思いして頭とか冷やした方がいいよ。これ目かけてやってたってのは本当にヤマナのファンでグッズ買ってたとか、そういうオタク心理なのかな。な、何をする気。落ちた。え？すごいな。完全に入っちゃえるんだ。よくわかんないままやってたのか最初は。足立も あんなとこ夜中は誰もいないし、都合良かったよね。足立オリジンが気になるな。なんでそうなっちゃったんだお前は。うちのロビーから。そんな、そうだな、殺害現場だったんだな、ユッキーの旅館が。真夜中テレビのことは噂で聞いてた。警察にはそういううさんくさい話が集まるからね。うん、でも画面を触って力に気づいたのは偶然だった。ああ、お前も偶然能力者に。お前も主人公候補の一人だったのか。俺と生ためと足立。声出して笑っちゃったよ。すぐに思った、こいつは面白いことになるってね。山の真由美で実験したってことか。なるほど、自分が中に入るの怖いからとりあえず人入れてみたってことか。いいや、僕はもっと純粋な男だよ。僕を裏切ったバカな女をちゃうと懲らしめようとしただけさ。裏切ったって何なんだろうな。そうだよ、どっちも最初からテレビに入れる気なんてなかった。それを真由美といい、あの女子高生といい、無駄に暴れるから。やっぱりその二人はお前が入れたんだな。小西先輩もやっぱりお前なのか。小西。ああ、小西咲とかだっけか、名前。名前は覚えてるだろ、刑事なんだから。初めは普通に仕事絡みで呼んだんだ。真由美の死体の第一発見者だし。真由美って呼んじゃってるもんね。万が一何か見たとかだったら、ほら、聞いとかないとね。うん、で、ちょっと優しくしてやろうと思ったら、ガキのくせにあいつ。ちょっとエロいことしようとしたんじゃないか、お前。優しくて。何なんですかこれ、事情聴取の続きじゃん。あ、お久しぶりです小西先輩。ここのテレビに入れたのかな。ここも殺害現場だったのか。あんなちっちゃいのに入れたの。それよりさ、昼間見たんだよ。これ定位置なんだな、テレビとの間に被害者を挟む形。お前生ためた。あ、うん、僕とは嫌だって。やっぱそういう下心じゃん。これさ、テレビに入れたってこれメタファーですか。それなら僕にも考えがあるけど。足立が入れちゃったのか。いや、比喩表現ですか、テレビに入れるって。ああ、もう入れちゃってるよね。たく、何が女子高生だ、世の中クソだな。僕が学生の頃は勉強しかさせてもらえなかったっての。曲がってるな足立。都会でエリートになるはずが、こんな田舎に飛ばされて。それが原因か。都会にいた頃に山名と何かあったのかな。けど代わりにこんな面白い力を手に入れたってわけか。面白い。でもさ、ここ小西先輩と足立が喋ってるとこは誰も見てないのか。いや、さすがに警察署を出入りするときに
小西先輩いなかったら怪しいようなもんだけどな、足立も。怪しまれそうだけどな。あ、顔でした。泣いている死を超え、そうしたら出してやる。いるのそれ、下、見下ろしたら見えんのかな、小西先輩。どういう位置関係だ。なんてな。なんてなか。こんなヤバそうなとこ誰が入るかって。今のは聞こえつそうだな、小西先輩には。さすが細身の女子高生は楽だったよ。ほらもう言ってることが性犯罪者だもん。許せねえ。おいおい、僕の身にもなってくれよ。てかそんな、なんか突き落とそうで暴れたわけじゃないんだ。一発叩かれたぐらいで落としたのか。テレビの中が危険だとか知らなかったし、殺す気なんてなかったんだ。でも山の穴は死んだことは知ってたわけだしな。っていうか、どうせあいつら自分の方から生ためをたぶらかしたに決まってる。ああ、生ためを敵視してたのか。山の穴は確かに生ため関係してるけどね。小西先輩殺したのは、生ためと仲良さそうに話してたからってことか。何回か会ってたからって。議員秘書はそのまま行けばいずれは議員だ。真由美も女子高生もそこ狙いだろ。はあ。自業自得さ。僕なんか悪いことしてる？ふざけんな！こっちへ人を入れりゃ死ぬって山の前見ん時に知っただろ！うん。はあ、たく。知ってたらなんだっての？生ためもお前が騙したのか。生ためはでも多分勝手にやってたもんね。都合よく。小西咲の後は何をした？これ気になるな。何もしてないよ。あとは生ためだろ。そうだな。その後入れ続けたのは生ため入れ続けたのは生ためだな。お前は最初の二人に入れただけ、二人を入れただけだもんな。生ためのやつは小西ってこの死体が上がった後、夜中に警察に電話してきてさ、二人も死んで警察も忙しくてさ、出たのたまたま僕だったんだよね。何か吹き込んだのか。生ためは警察に相手にされなかったと言ってた。そういうことか。ああ、相手にしなかったわけだな。それは違うな。僕じゃなければ相手にしなかったろうけど、ああ僕はちゃんと相手をしてやったんだぜ。吹き込んだのかやっぱり。